どうも、ナオチンです。本日も、妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。S ランク以外で、強い妖怪を紹介してくださいというコメントでしたね。今日は、A ランクの妖怪で、ランキングをやっていきたいと思います。ちなみに、宝石ニャン系は、なしにします。宝石はなしで A ランクのトップ5発表していきたいと思います。それでは早速いきましょう。それでは A ランク妖怪トップ5やっていきましょう。第5位は2体いますね。まず1体目、この妖怪土の子パンダです。入手がちょっと難しいよね。さすらい草でレア妖怪として出てくるんだけども、それがなかなか出てこなくって、まだ入手してないっていう人も多いのではないでしょうか。ツチノコパンダは、戦わせてもそんなに強くないです。お世辞にも強いよっては言えない、そういう妖怪なんだけども、こいつは後衛に入れとくとすごく輝きます。スキルが呼び寄せ、さすらい玉が出やすくなる、そういうスキルになってます。しかも金色が結構出やすくなるので、レベル上げ、そしてお金稼ぎ、レアアイテム入手、そういうのがねはかどるようになるので、 A ランクのこいつなかなか使えますよ。そして第5位、2体目の妖怪はこの妖怪です。マムシ行事です。これはすごく意外なところだと思うんだけども、こいつはね、対戦の時にすごく役立つし、敵が使ってきたらすごく嫌なやつです。まあ、対戦以外、対戦じゃなければ絶対使わないと思うのよ。こいつのスキルが、装備品の効果がなくなるっていうやつで、普通の戦闘の時にはデバフにしかならないので、まず入れないと思います。ただ、対戦の時がめちゃくちゃ嫌なやつ。自分で、任意として入れていけばいいんだけども、こっちが装備万全で行った時に、もう総崩れに遭うので、こいつは俺大嫌いでした。ということで、第5位、マムシ行事です。それでは続いて A ランク妖怪トップ5第4位行ってみましょう。第4位はこの妖怪、ムリダ城です。ここでタンクが登場ですね。ムリダ城 A ランクの中ではもうほんとぶっちぎりで一番強い、タンクだと思います。白壁もいるんだけども、ムリダ城の方が俺は必殺技が好きなので、こっちの方をおすすめします。とにかく、スキルがいいよね。後ろから前に、後衛から前衛に出てきた時に、ガードしながら出てくるので、敵の攻撃をものすごく受けやすいです。なので、こいつはね、まあ、S ランクにも取って代われるぐらい使える妖怪だと思います。ただ入手がちょっとね、めんどくさいところがあるんだけども、入手できなくはないので、おすすめしておきます。第4位は、ムリダ城ですね。それでは、A ランク妖怪トップ5、第3位、行ってみましょう。第3位の妖怪は、この妖怪です。最高潮ですね。A ランク妖怪で、最強のヒーラーは、こいつでは、ないでしょうか。おそらくこいつが一番ヒーラーとしては A ランクでは、輝くやつだと思います。まあそれもそのはず、アゲアゲハの回なので、もうほぼ一緒です。アゲアゲハと。でもどうしてもね、後々になると前衛とか後衛、もうパーティーにも入らないようになってくるんだけども、まあそれは仕方ない。アゲアゲハがこいつの完全上位なんで、それは仕方ないです。で、だけども、A ランクとしては、全然使っていける妖怪。無限地獄でも、
取り付きを受けることがないので、すごく使い勝手のいい妖怪となります。まあ A ランクでヒーラーを選ぶならこいつおすすめしときます。最高潮です。続いて A ランク妖怪トップ5第2位に行きましょう。第2位の妖怪はこの妖怪、正宗です。入手も簡単だね。クエストで、刀2つ選ばせてもらって、正宗を選ぶとこいつになるので、すごく入手もしやすくて使いやすい妖怪となります。でも後々は使わなくなります。まあ、それはね、さっきの最高潮と同じく、草薙の完全な回なのよ。スキル全く一緒で、完全な回が正宗なので、草薙入手すると、もう使わなくなるよね。もう倉庫の片隅にポツンといるような、そういう妖怪です。でも、全然つなぎとしては、使っていけるぐらい強いので、おすすめ。入手も簡単っていうので、おすすめです。第2位、正宗。ですね。それでは A ランク妖怪トップ5第1位に行きましょう。第1位はこの妖怪、轟獅子ですね。轟獅子は A ランクの中でもステータスがかなり高くなっているので、普段使いが抜群に使いやすくなってます。ただね、やっぱり S ランクにはどうしても負けてしまうのよ。なので、つなぎかなと思いきや、S ランクが出てきても、こいつはね、使えるのよ。まあ、使い方としては、オロチの固定装備させて、後衛にいた状態から前衛に出して、で、必殺技で攻撃力の超アップを使っていく。そういう戦い方だね。これがね、対戦でもやられるんで、かなり嫌な妖怪でもありますし、こっちがね、使うと、すごく頼もしい妖怪になります。まあ、終盤、結構使っていけるので、A ランクの中では、こいつは、ダントツで使い勝手がいいと思います。第1位、トドロキジシです。はい、ということで、今日は A ランク妖怪のトップ5でした。いかがだったでしょうか？ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。